漢言とは、唐の時代に、長素金によって書かれた類書。後に、陽光明が宙をつけた。現在は、日本の大財布天満宮に、第三十巻及び序文のみが残る。660年以前に、追久練習用の洋楽書として書かれたとされている。宙にはその出典が細かく載せられている。現存の、第三十巻は、万威部であり、強度、無願、戦費、 和国、西域などの十五の米に分けられている。ほとんどが失われてしまったために関数については、諸説あり、旧当初長道元原伝には三十巻、新当初芸文史には七巻と二十巻の二説が、平記され、宗史芸文史には十一巻とされているが、内藤古南によって三十巻であることが、明らかにされた。日本では、日本国見在所目録に三十巻とし、 またしげのただし皮膚略、公約症などに、官炎からの引用が見える。その後は失われていたが、1917年の、太宰府天満宮宝物調査の際に、黒板勝見によって、再発見された。太宰府天満宮所蔵写本は、内藤コナンの解説をつけて1922年に、京都大学から、経緯に出版された。 1954年に国宝に指定された。1977年に菅原道真の1075年期事業として竹内理蔵による釈文、訓読文が付けられて刊行された。現存の写本は誤字や脱文が非常に多く読みにくいものだが、現存しない文献を多数引用し、また現存する文献であっても本文が異なっていることが多いために貴重である。 日本関係では特に魚、剣、儀略を多く引くことで知られる。ありがとうございます。